てください。はい、佐藤真澄と申します。須坂市へはいつどこから移住されましたか？去年の、11月30日に東京都の青梅市から移住してきました。長野県を移住先として、探していた理由は何ですか？若い時にスノーボードにハマってまして、リゾートバイトとかで白馬とか津軽池とかに毎年行ってたりしてたんですけども、それで長野県が好きになりました。移住先を須坂市に決めた理由やきっかけはどんなものがありますか？第二の人生を考えた時に長野県にもともと住みたかったので、それで、いろいろ探してたところ、移住者を結構応援してるっていう感じで須坂市を見つけたので、須坂市に絞りました。須坂市に移住して今どのようなお仕事をされていますか？クスノキワイナリーで働いています。普段はワイナリーのショップでワインの販売をしています。あとは畑の作業が忙しくなってきたりすると畑の作業も手伝ったりしています。はい、ソムリエの資格を生かして、試飲と、接客をして販売につなげるようなお話をしたりしています。今の仕事場やご自宅はどのように、探しましたか？東京でソムリエをしていまして、クスノキワイナリーのワインが好きだったので、それでいろいろ探してたら募集をしてるのかなと思って、須坂支援チームさんのホームページを拝見したら、協力30社の中に入っていたので、須坂支援チームさんに相談しました。移住して1年経つんですけど、まず観光地がいろいろ近いので、すぐ大体車で20分、30分すればいろいろ行けるので、それが嬉しいです。地域の方がすごく優しくて、挨拶すると必ず話しかけてくれるし、あと畑で作業してると声かけてくださったりとかして、で大変だねって言って野菜をくださったりとかで、結構移住してきたんですってお話ししても優しくしてくださるのがすごく嬉しかったです。東京から移住してるんですけど、東京でも青梅市なのですごく田舎だったんですが、ここに来てびっくりしたのが空です。空がすごく開けていて、360度いろんな景色が楽しめるのと、あと扇状地になっているので上から見下ろせる景色はすごく最高です。車の運転とかはどうですか？はい、職場で、マニュアルを畑の作業で軽トラックに乗るのに免許を取らなきゃいけなくて、マニュアルの免許を取ったんですけども、なかなかまだちゃんと運転できてなくて今練習中です。あとは坂が多いので、冬はちょっと滑りそうで怖かったです。雪が少なかったんですけど、ちょっと滑らないようにって近所の方にも気をつけてって言われて、気をつけながら運転していました。横断歩道で、歩行者の方を譲った時に必ず振り向いてお辞儀をしてくれる姿を何回か見かけたんです。若い子たちが、それに感動しました。移住する前にやっぱり一番大事なのは情報収集だと思います。あと現地の方の話を聞くっていうのは難しいので、やっぱ支援チームさんの力を借りて話を聞いたりですとか、あとやっぱり住むって なると気候の差とかもあるので、光熱費とかそういうのとかも結構調べました。それで、あとその支援チームさんの YouTube とか Instagram を拝見して、その須坂市内の雰囲気とかも結構頭に入れてきていたので、来た時にはイメージが結構できました。須坂市の移住支援チームの支援を受けてみて、はい、
こちらがここが助かったなとかそういう感想はありますか？はい、すごく助かったんですけど、一番はオンラインでお話をさせていただいたときに、結構親身になって相談をしてくれたので、それで一番心強かったです。では最後に、今須坂市へ移住を考えている方に向けて一言お願いします。はい、須坂支援チームの方にぜひご相談ください。